はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V では続きをやっていきましょう。じゃあ19話ですね。次はそのまま進んでいきます。ネルガル重工会長室。あれ、デダなんて今どこにいるんだっけ。あ、なでしこと合流したんだ。例のものって何？暁ってなんでこんなさ、はだけてんの？ボンボン会長って。噂のテッサタンって。なんて強欲ジジイなんだこいつは。ああ、マイトの嫁さん探しもしてるんだね。さすがにやり手のジジイではあるな。五郎公って。そういうのもね、仕事だからね。クリムゾングループ、何のグループだ。個性的なお召し物。地球近海。地球の青さか。そうだよな。
ボット整備も多重構造になってんだ。下請けとか元請けとか。当たらなければどうということはない。ちゃんと契約書とか取り交わしてんだね。まあ別にさ出さないけどね君たちは。アンジュもね今ちょっと出れる状況じゃないからね。でもなアンジュとかもないつか強制出撃するマップが絶対出てくるからね。ちなみにアンジュがね、うちの部隊では一番撃墜数少ないっすね。さっき見てみたら。一人だけ一桁だった気がします。こいつらはこういうとこだけほんと敏感だな。あ、マジンガー Z。 あ、知らないんだ。まあ、ガンダムみたいな感覚かな。哲也の記憶喪失ってなんかどこまで本当なんだかよくわからん。やはりナイもそこのところは気になってるかな。トゥアハデーダナン通路。
攻撃を受けている。第19話、宇宙を切り裂く者。14期でしょ。まず主人公系から出していきたいけど、主人公は勝手に出んのか。いない。で、まあ、ゼータ、ダブルゼータ、クスイガンダム、クロスボーン、ストライクフリーダム、ダブルオクワンタ、サバーニャ、あとはグレートマジンガー出して、あー外4機か、結構まだあるね。ザンボット大胆、あーディスティニーも出すか。うーん、マイトガインはね、社長の能力がすげえいいからね。ちょっと結局アンジュの出番がないっていう。機体は多いからね。めんどくさいコンピューターだな、まったく。一応囲まれてる状態か。そしたら町の方がいいかな。射程の長いやつは外に出して、クアンタとかってそんな射程は長くはないか。ダブルゼータちょっと先頭に置いとかないと、マップ兵器がねあるから、こんなもんでいいか。いきなり気力が溜まってるっていうのはめちゃくちゃでかいよな。金かタックポイントかっていうのがちょっと失敗したけど、まあそれはね、別に2周目とかで直せばいいだけだから。倒せるかな。戦車は私たちが止めます。ここはグラビティブラストで行きます。敵を捕捉しました、艦長。ハーリー君、今です。ダメだ、脱出する。ディストーションフィールドは確か遠距離攻撃とグラビティブラストは貫通すれば無効化のはずだから。ここしかない。そう、こんな結末なのかよ。あれ、パネルミサイルはどうなんだっけ。ちょっともう一回確認しよう。ディストーションフィールド3000以下の射撃のビーム属性、
グラビティ属性ダメージ無効でしょ、これ貫通すれば全弾ヒットするってことで、射撃のビーム属性とグラビティ属性以外は1000軽減。ビームでなるべく貫通したいなっていう感じだけど、ビームライフルで貫通できるのかな、まあ、やってみるか。やらせてもらう。キリッキリだな。このままでは、ここにもガンダムがいるか。確かに感じた。いて、イズスラッシャー。我が闘志はまだ折れてはいない。バリア貫通とかって貫通できるのか、リープスラッシャーってどうだっけ特にそうじゃない。ロシュセイバーはバリア貫通か。バリア貫通持ってでもね、ファイナルビームって別にビーム属性じゃないな。グルンガストと私は最強コンビだよ。頼むね、グルンガスト。必殺ファイナルビーム。我らの意地を甘く見るなよ。大きいだけの機体などいい的になるだけだ。サンキューバリア、超助かった。まあ的にはなるけどね、その分ダメージも食らわない。早めが僕の敵は狙えないか。こいつしか狙えないから、こいつでいいか。女だからって甘く見てると怪我するわよ。このハイメガランチャーで落ちなさい。当たれ。我らの大器は死なず、必ずやいつか。トビアはね、何気に射程が短いからな。戦いは成功法だけじゃない。ここでやられては今日までの努力が水の泡だ。坂部閣下の志を理解できる愚か者が。敵の狙いは分かっている。こいつでぶち抜いてやる。エネルギー充填、当たれ。やはり無謀な計画だ。これもらする威力だぜ。援護も入るから、ダブルゼータをね、マップ兵器が使えるよう気力を上げていきたい。直撃させる。火力が高いな、やはり。シート発動。EMFC アクティブ、進路110。垂直発射管扉を開放。発射管扉を開け。トマホーク発射。はいはいマン、トマホーク発射します。油断したわけではないのに。落としてみせる。整備班に余計な仕事を増やしてしまいましたね。そうか、整備班に手当を出してあげないとね。グレート台風誰、こいつか。バリアがあるからといって油断しないことだな。
ビーム砲。あ、属性は真ん中か。ライフルビットの乱れ打ちとか。こいつの威力なら。結構ギリギリだね。貫通できるのが。コーディネーターなら。攻撃する。遅い。準備はいいか。ビーム兵器か。半分だからね、実質攻撃力2000ってことでしょ。頼むぜ、ハロー。マイスターじゃねえってこった。大胆キャノンだな。大胆キャノン。いやだ、俺はまだ戦うんだ。リップ雑誌でこいつ倒せっかな。3600だったら4600当てないといけないから。クリティカルが出てくれればってところかな。あ、クリティカル出て3800か。あと攻撃、あ、まだできるか。方向に的確認。ドンピシャね。 GN キャノンの射程内です。ラッセ、おう、派手にぶちかましてやるぜ。冗談ではない。こんなところで反撃できないだと。原因は何だ。いや、射程外だからだよ。ただもう狙えるやつはいないかな。ソードビット長いね。こうやって現れるんだ。え、一匹倒してないやつも死んじゃった。指揮官機的なのがいるな。あ、人が乗ってる。知性も品性もって言われてもさこんなやつに言われても説得力がないんだけど。
スピードって言ってもね、必中使えば 100% 当たるからね。さて、じゃあちょっとまた組んでいくか。ここにして、でこいつはここしか行けねえや。ハサウェイはここまで行くか。でこいつはここでしょ。真ん中に置きたかった気もするけどな。まあいいや。ファイナルビームが意外に射程長いからね。あとここに1体置きたいけど、ダブルゼータあたりを置きたいな。で戦艦はここに置いて、こいつはここに置いて、クガンタももうちょっと前線に出したいね。こっちの方がいいかな。一撃で倒せるか。ストライクフリーでもさすがだよな。武器が変わってるけど、あ、射程の外ってことか。やはりクリティカルが出ると全然違うな、ダメージが。左上にいるからな、ダブルゼータを左上の方に持ってきたいな。ここに持ってこう。ハイメガはさすがにもったいないから、闘争心でもつけようかな。闘争心じゃなくて、これなんだっけ、一番最初からあるやつ、気力があるやつ、闘争心レベル2 あれよかったか、レベルがついたんだ。プラス5か。ここはこいつを持ってくるか。僕とヒュッケバインならばきっとやれる。行け、ディープスラッシャー。パネルミサイル、これで前に出て、でロックオン攻撃して、こっちだな。ほらほら当たれ。対象優先はパイロット。でこいつをここに置くと、狙えないか。ファイナルビームかギリ当たるね。
前にしちゃうから。ファイナルビーム。敵を落としました。艦長。射程は短いんだな、本当だ。射程5か。あんまりチェックしてない。いや、めちゃくちゃ遠くにいるんだけど。これは龍馬だ。 F91 もいるじゃないか。別にヒットポイントいくつで撤退とかないよね。ブースター持ってんの絶対欲しい。一回セーブしよう。もっとでゲッターとかは一応こっちに合流する形でいくか。スーパードラグーンだな。2体しか入らん。もうちょっと近づいてこないとダメかな。でも近づいてきた時にはな、倒してるからね、すでに。後ろのやつから狙ってこう。痛みのない戦争なんてものを認められるか。こいつからは逃げたって無駄だ。そこだ。見せるさ。俺だってな、取り回しは悪いが威力は抜群だ。いけな。前線に出すのもな。ミサイルで倒せるかな。敵無人機の行動パターンはすでに把握しています。
攻撃か。じゃあこのターンはこれで終わりにしよう。バルカンで倒せるんだ。お、トビアを狙ってきた。シーブックってさ、もうずっとこの F91 なのかな。ベスバーまでしかないって言ったらちょっと最終的にはかなり厳しいものがあるな。狙ってくるか。追いかけっこと行こうじゃねえか。気づいた時には真っ二つだ。当たったけど想像以上に手強い。敵の戦闘データを再解析します。あんまり強くないね。俺の狙いを振り切れると思うなよ。景気よく行くぜ。俺自身が弾丸になる。でも無駄だ。タイミングバッチリだ。その程度のスピードとはよ、失望したぜ。フェアリーブレストを使おう。で、EX アクション、スマッシュヒットでスーパードラグーン。ん？どれが一番いいんだ。4人は入らないか。じゃあこれいいか。戦いを止めるためにも今はそこだ。当たれ。3500ゲッターでいけるよね。機械なんぞに遅れを取るか。黙りやろ。で、一応ここでセーブをしておいて、どうすかな。2、3回攻撃しないと無理か。火力の高いやつ、ゾンボットとかさ。ムーンアタックいけるよね。よし、なんてあるんだっ
こう。ガンダムで迎撃する。ガンダムで行くぞ。ガンダムよ、一瞬で蹴りをつけて。回避運動、この状況だけだったらこいつめっちゃうちにやられてるよね。なぜだーってならないのかな。応援がある。こちら使えるか。俺の狙いを振り切れると思うなよ。ミサイルは任せるぞ。ライン、喉元に食らいつく。とどめだ。バカ、この俺が抜かれたかと。必殺技ってやった。ブースターゲット突撃か、微妙だな。またなんか覚えた。めちゃくちゃ煽ってるね。ガーディムの兵士、
まあ、前の世界にも出てきたし、こっちの世界にも出てきてると。さすがだな社長。あ、ダッシュ。抵抗できない理由。起きた感情が通られた。問題ないんだ。奥の手。バングレーコンクピット。ほんとめんどくさいコンピューターだな、こいつは。
ちょっとまたファクトリーを覗きましょう。一瞬で終わったな。あ、そうか、これ買ったんだ。買って装備させてなかったな。最大 SP121 のパイロット育成する。まあ、レベル上げてれば勝手になるよねと。とりあえず今のところはいいか。あ、これやったんだ。スキルルート1500か。悩むね。スペシャル系？あ、フルカウンターって何？絶対早くカウンター取れるってことか。1500って高いな。それもまた微妙だ。1500かけてフルカウンター取るかって言われたら、普通に集中力取った方がいいよね。これ800だし。あ、ただ誰かレベルが高いほど効果も高くなるってことは、集中力いっぱい取んないとダメってこと？それはそれで高いよな。ダッシュ1500で移動力プラス1か。まあ、ブースターを1つつけてるようなもんだね。結構いいね。移動力何気に重要だからね。でも1500円か。で、ゲッターはゲッターで、まだ当分このゲッターで行くのかな。ブラックゲッター、走行値ちょっと上げとくか。攻撃力3にしとくか。マジンガーも3にしとこう。で F91、 これもちょっと攻撃力上げとこう。運動性を上げて、戦艦も何気に攻撃するからな。大胆ザンボットもともと高い。ゼータ上げとく。ダブルゼータも上げとく。ハサウェイも上げとく。クロスボウまだ0段階か。クアンタは3になってるか。サバーニも上げとこう。マイトラインはいいや。社長要員だからな。悲しいけど。他は、あ、こいつ2段階か。よし、こんなもんかな。というところで、じゃあ第19話、宇宙を切り裂くものはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。